松並健太は、日本の政治家。大阪維新の会所属の大阪府議会議員。衆議院議員、厚生労働大臣政務官、内閣府大臣政務官、日本維新の会国会議員団幹事長、同国会議員団総務会長兼選挙、対策委員長、維新の党国会対策委員長、同幹事長代行。 同選挙対策委員長、日本維新の開国会議員団体議主会長などを歴任。元大阪府議会議員の松並慶一はおじ。元衆議院議員の松並健志郎はおじ。慶一の長男で、いとこにあたる松並武久は、大阪府議会議員、元泉佐野市議会議長、大阪府出身。1990年に西風高等学校を卒業。 早稲田大学小学部へ進学。在学中1年間休学し、1997年に卒業。産経新聞社に入社。2002年10月に退社し、辻本清美衆議院議員の辞職に伴う大阪10区補欠選挙に自由民主党公認で出馬。松並を含め8人が立候補した混戦を制し、初当選。党内派閥では、江藤、亀井派に所属。 2003年の第43回衆議院議員総選挙では、大阪10区で民主党前職の日田美代子に敗れ、比例復活もならず落選。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、大阪10区から自民党公認で出馬。社民党公認の辻元、民主党公認の日田を破り、国政に復帰した。2007年、第1次安倍改造内閣で、 厚生労働大臣政務官に任命され、福田康夫内閣まで務める。福田康夫改造内閣では、内閣府大臣政務官に任命された。麻生内閣でも再任されるが、2009年1月、衆議院本会議における、第二次補正予算案の採決で、定額給付金への反対を理由に投票を棄権した、ため、内閣府大臣政務官を罷免された。同年8月の、 第45回衆議院議員総選挙では、大阪塾区で辻元に敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、参戦。2010年4月、自由民主党中央政治大学院副学院長に就任。5月、所属していた伊吹派を退会。2012年9月、日本維新の会の決闘に参加するため、自民党に離党届を提出。 これに対し、党大阪府連は10月27日の府連大会で自民党に投票した有権者の思いを踏みにじる行為だとして、松並の議員辞職を求める宣言を採択した。その後、維新に合流した松並と谷畑隆衆議院議員に対し、除名処分が下った。日本維新の解決党に伴い、国会議員団幹事長に就任。以降、一貫して、 橋本徹とと行動を共にする。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会公認みんなの党推薦で大阪10区から出馬。民主党前職の辻元を約6000秒差で破り、4000。2013年10月15日、衆議院決算行政監視委員長に就任。 2014年6月の日本維新の会分裂時、次世代の党に参加した藤井隆夫に代わり党国会議員団総務会長兼選挙対策委員長に就任。同年9月に維新の党が発足すると国会議員団国会対策委員長に就任。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では維新の党公認で大阪10区から出馬。 前回下した辻元に敗れたが、比例復活で5戦。その後の役員人事で、党幹事長代行に就任。2015年10月の維新の党分裂時も、橋本と共に、大阪維新の会に参加する。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、日本維新の会公認で、大阪塾区から出馬したが、立憲民主党から出馬した辻元清美。 自民党の大熊和秀の公人を廃止、比例復活もならず落選。2019年4月に第19回統一地方選挙の一環として行われる大阪府議会議員選挙に高槻市選挙区より立候補し、トップ当選した。2011年6月13日、松並が支部長を務める自民党大阪府第10選挙区支部が暴力団との関係を理由に、 大阪府の公共工事の入札から2010年7月以降は排除されていた大阪府高槻市の建設会社から2005年から2010年までの5年間に合計約60万円の政治献金を受けていた事実が報道されている。ありがとうございます。